どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は爆風スランプの、あの名曲、ランナーを、このちっちゃいウクレレで、ガズレレ流超絶簡単バージョンでやってみようと思います。皆さん、ちょっと今回の曲はですね、いつも簡単バージョンですけど、もうね、もう超絶簡単バージョンウクレレ練習用です。なぜかと言いますと、この曲はですね、ランナーというこの爆風スランプの曲は、なんと、キーが変わっていくんですよ。キーっていうのはね、皆さんご存知ですか？カラオケ行ってちょっと声が高いなと思ったら、キー下げてとか上げてとか言うじゃないですか。あれですね。あれが曲の中でどんどんと2段階変わるということでですね、一つの、ね、キーの中ではすごく簡単アレンジできるんですけど、キーが変わった途端にすごい難しくなるっていうのが、まあ、皆さんだってご存知だと思うんですけれども、特にウクレレの場合はそれが如実に出ちゃうんですよね。開放弦が使えないという理由です、それは。で、今回はですね、ガズレレですから、そこは。オリジナルアレンジで、キーを変えずに、全部同じキーで最後までやっちゃいます。かなりの力技ですけど、ちょっとその、本当にその雰囲気でやりたい人のための、技もちょっとこのカポタストというか、これを使ってやることもちょっと後で説明しますんで、まあ一応、こういうことです。超初心者でも弾ける、爆風スランプとランナーを、ガズレレでやってみようと思います。その中でも入門者用簡単バージョン。後半は、ちょっとノリを意識したビートをつけたかっこいいバージョン。最後までご覧になってください。このね、大好きな曲を自分で弾いて弾き語りするのをおすすめします。ピアノやギターもかっこいいけれども、難しい。ウクレレは簡単だからすぐできる。これがガズレレの考え方です。やっぱりね、カラオケだけでは面白くないです。カラオケも面白いけれど、こっちの方がなおさら面白いって感じかな。で、ウクレレ簡単なんですけど、奥も深いんで、ずっと続けられますので、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん弾けるようになります。ここにリンクはあるんですけど、ここのリンク先に、ある、初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番通りにやっていると、あれできたってなりますからね。はい、YouTube だったらいつでもどこでもスマホで、もう無料でできますから、ぜひ始めてみてください、お気軽に。じゃあリンクあります。ここの初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そこには私が以前取りためた650曲以上のウクレレ簡単レッスン動画がアップロードされておりますので、いろんな曲あります。さっきのリンク先のところの下の方に行くと曲のリストになってますので、ご覧になってください。イントロなんですけど、かっこいいバージョンでもイントロつけるんですけど、初心者バージョンの方でもイントロつけますが、初心者バージョンのはこのガズーっていう楽器、これカズーっていう風に呼ばれてる楽器なんですけど、これを使ってメロディーを吹く。これは空気を吹き入れるだけでは音出ない。ね。うーとか言うんですよ。うーって言うと、うーってこういう響く。なんで、口で言う。これ世界で一番簡単な楽器だと思うんで、これとウクレレのアンサンブルでイントロダクションやってみようと思います。じゃあ早速、ガズレレ超オリジナル簡単バージョンで、さらに初心者向けバージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。ティ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 うつむいて、もう戻れはしないだろうと言ったね。瞳の中風を宿した、悲しいほど誠実な君に何を言えばよかったのだろう。限りのない少年の季節は過ぎ去ってく。風はいつも強く走る俺たち、流れる汗もそのままに、いつかたどり着いたら君に打ち
せーの、じゃじゃん。はい、ガズレレオリジナル超簡単ウクレレをレッスンアレンジでランナーやってみました。なんかちょっとたまにあれあれって感じですよね。今のは一つのキーでずーっとやったバージョンなんですよ。これさっきも言ったんですけど、本当のバックスランプのアレンジでいくとですね、最初はこうキーがこうやって、途中 B メロでゴン、限りのない少年のところで、またサビで走るってこう3段階でキーが上がっていく。それがですね、聞いてるとどんどんこう、なんていうのかな、士気を高めるっていうか、そういう演出なんですよね。キーを上げることでこのロマン性っていうか、ドラマ性を組み立ててる。まあ、すごくかっこいいんですけどね。今聞いていただいて分かって、ちょっとね、やっぱり平坦な感じがすると思うんですけど。まあ、ウクレレ練習用ですから。はい。で、今のやつを、動画と一緒にテロップを見ながら一緒にやるのもいいんですけど、ノートで書くときに参考になるんで、私のちょっと見ていただきたいと思います。ノートですね。で、ここのパートの見て、今、イントロ、映ってるから、はい。イントロ、A。ここは、今ちょっとショートカットしました。これはこのコードが出てくるんで、ちょっと解説して、後半かっこいいバージョンで。今ここから、てん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 て、イントロ B から始まりました。はい、そしてここから歌に入っていきますね。コード進行シンプルです。この辺もですね、ちょっといろんな解釈ができるんですけど、まあ、ウクレレ初心者レッスン用ということで、この D マイナーっていうのを登場させて、曲の雰囲気を出してみました。はい。じゃあここメモってくださいね。一時停止で。この辺は結構シンプルにいけると思います。はい。で、問題のここ、B メロのところで、本当はここキー変わってくるんですけど、変わらずに進行してますんで。で、キーポイントはこの辺で、本当はこの辺からにわかに変わってくるんですけど、これは、キーを変わらずに行くバージョンのアレンジで私が考えたやつなんで、お見知りおきください。で、下にこれぐるっと囲っていろいろ書いてあるけども、これ後のかっこいいバージョンで、この後やるかっこいいバージョンで解説します。はい。で、ここがサビになりますね。サビもそういうわけで A マイナーから始まってますんで。はい。で、今やったシンプル簡単バージョン、ここずーっとやって、ここまで来てサビで終わったってことなんですけど、この後ですね、かっこいいバージョンやる、この後やるかっこいいバージョンは、サビ一回やったら、また一回イントロ A に戻って、さっき省略したところ、で、また B メロサビやって、またイントロ A に戻って終わるというアレンジでやってみようと思います。繰り返すバージョンですね。じゃあ、出てくるコードの解説です。C、A マイナー、F、D マイナー、G7。E7、Em7 という、1,2,3,4,5,6、7個のコード。はい。この7個のコードはもう毎度おなじみ。はい。これ、ドン。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですということです。コードというのは本当に星の数ほどある。全部覚えようと思っても、まあ無理だし、まあまあ、覚えなくてもいいです。で、まず取っかかりで一番最初に最優先で覚えるコード、8個のコードのグループ。すごく使える。英語で言うとユースフルなコード。この8個のコードの総称をガズレレ必須コードと言っております。これをまず最優先で覚えてください。以前私がこのガズレレ必須コードをめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきますね。ここに。ここでコードの勉強してください。これはね、見といた方がいいですよ。マスターしてからまだ戻ってきてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの前に、本当っぽくやるにはっていうところなんですけど、キーが変わるってことなんですけど、このカポタストっていうが、器具を使うんですけど、キーってこう上がるって、ここが挟んでいって、要は、今ここ、ここに白いのがついてるんですよ。ここから1フレット、2フレット数えるじゃないですか。この白いのを上げていくってパターンです。で、ズバリ、シンプルに解説しますと、B メロ、キーと通りにやりたかったら、3フレットにこれをはめて、この中で F を押さえるっていうこと。これを、ここだと思うわけですね。そうすると F がこう。ちょっとやってみましょうか。君に何を言えばよかったのだろう。ここでここまで来たら演奏中に誰かにここに3フレットにはめてもらって、それで限りのない少年のここで3つにはめれば同じ。つまり逆を言うと3フレット制覇してここで F とか G7 とかやればできる。でこれと同じ色のサビになったら今度5フレットなんですよ。今度ここに5フレットにこれをはめると、走る、俺たちとなります。これ、3フレット、本当はだから、もともとはここにはめてる状態ですね。ここ同じことですか。これが B メロになって、3フレットになって、サビになったら5になったっていうのが、今の押さえ方でできる、このカポタストです。このカポタストの使い方、なんか分かってもらったかな。もし分かんなかったら、カポタストの使い方、ここに
貼っておきます。このカポダストっていうのはまあ結構使えるやつなんで、よろしくお願いします。なまあ、今回はそういうわけでか、簡単アレンジをしておりますということです。じゃあここからかっこいいバージョンいきます。まずですね、かっこいいバージョン、一つコードを追加です。これ見てください。E7 sus4 見える？はい。どういうコードかやってみます。押さえる場所。こことここです。要は E7 ってコードがあるじゃないですか。E7。これの、この人差し指見てて、これを一個ずらすだけです。これが E7 sus4。これで、イントロ、あのメロディーできるんですよ。ここ押さえといて見てて。こんな感じ。じゃ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 ん、パン、タンタンタン。1弦からペン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 って、1、2、3、4弦で弾いていくだけです。いいでしょ。続いて、F から G7。これです。E7 sus4 でペン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 。これがイントロ A ですね。見てください。イントロ A って書いてある。はい。E7 sus4 で、じゃがじゃじゃーん弾いてから、アルペジオです。はい。でででででんペン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 。これが、イントロ A というフレーズになります。あとリズムなんですけど、ここには、ここにも書いてあるんですけど、ちょっとこれ独特のリズムでございまして、ワンブロックね、8ビート2回っていうイメージなんですよ。つまり、ここで言うと、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃん。つまり16ビートになるんですよ。8ビートが1ブロック2回入ってるわけだからね。ほら。1ブロックに8ビート2回、イコール16ビート。だけど、なんか8ビートの速いやつっていうイメージの方が分かりやすいかもしれないですね。で、疾走ビートっていうね、この、ちょっとやってみますね。雨を避けたのか。すごい疾走感でしょ。 Am だけでやります。チャではないですね。チャを使わないでアクセントだけ。こういう風に前にこうつんのめっていくロックの疾走感を表現してます。疾走ビート。今やった8ビートとか疾走ビートとかいうのはここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの一枚で、その中からまずは8ビートをマスターした方が今日は早いと思います。本来は16ビートですよ。だけど考え方としては8ビートを2回1ブロックでやるって考えると8ビート。で、しかも疾走ビートっていうところの動画もあるんで、疾走ビートのお勉強もしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、そういうわけでですね、このぐらいなんですね、今日は。あ、あともう一個、決めがあったか。ここだ。風はいつも強く吹いてて、ここね、見えるかな。はい、来た来た来た。これこれこれ。タカ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 タって書いてあります。タカ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 は F ですね。この最後のタだけで G7 1回で止まるですね。ちょっとやってみましょうか。風はいつも強く、ここですよ。タカ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 タ。F で、G7 1回。ここの決めです。走るという風に流れていきます。ここの決めが結構こう多いような決めというか、あとは結構淡々とっていうかね、すごい疾走感で、もうそれも曲名ランナーですから、もう走り、ガーッと走っていくような、そういう疾走感満載でやってみようと思います。ではランナー、ガズレレ流簡単解釈の超簡単アレンジの中でのかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。See you.
やってみました。この前にグイ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 もうランナーが走り抜けるっていうこのエネルギーが、素晴らしいと思うんですけれども、はい、まあ、先ほども何回も今日言ってるんですけど、これキーが変わっていくのはこの曲の、まあ、最高のところなんですけど、まあ、あえてウクレレ練習用で一つのキーでやったっていうわけでございまして、まあ、先ほども言ったように、B メロは制覇で3フレット、サビは制覇で5フレットして、そんなぐらいコードを弾くと、原曲の通りにできるということになっています。はい。もしあのキー、気になる方は、このやり方で試してみてください。はぁ、音楽って本当に楽しくて愉快でね、なんか深いですよね、やっぱり。で、この曲はやっぱり誰かを応援するとき、自分が何かに挑戦するときも、こういうなんか勇気づけられる曲、素敵です。ウクレレにも合うと思います。みんなでワイワイやりましょう。ありがとうございました。はい。で、ガズレレのご案内を、ガズレレのご案内。この ガズレレ、これもね、ウクレレが、ね、販売しますから、この水引きとか、いろいろあるんですよ。ガズレレの情報もね、もし、イベント情報もあります。本もいっぱい出してるんでね、これからです。ちょっとご案内、インフォメーション、して、させていただきたいと思います。ご覧になってください。どうぞ。ほい。ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るといろんなこと載ってますからね、ここにリンク貼っていきます。よろしくお願いします。そういうわけでですね、ガズレレイベントの方もどんどん進んでいくわけですけれども、次回は広島、福岡両方とも初登場です。待ってますよ、お願いします。で、まあもちろんあのこちらの CD、 これ、ね、レッツゴー最高ガズの CD の曲も、その中から何曲やろうということで、練習しておいてもらいたいということで、ですね、CD のこと全部まとめてここに書いておきます。イベントの情報のとこもそこに入れとくんで、ちょっとぜひ見ておいてくださいませ。はい。CD、レッツゴー最高。これはね、ガズレレなんか集まったら、もう、6歳と80歳も一緒の曲弾こうって、そういう思いがありましてですね。まあ、ぜひ、あのみさん、手に取っていただいて、もう YouTube で全部フル公開してますんで、ぜひお願いいたします。そんなわけで、まあ、イベントもどんどん続きますが、ガズレレ歌本5も出るんだ、おい、ガズレレ歌本5。1月23日発売ですから、まあ、今日22日なんで明日ですね。まあまあ、もうほんと盛りだくさんのこと、ガズレレでどんどん始まっています。で、とりあえず今年一番の目玉は、2019年9月1日、日比谷の野音でガズレレ。皆さん、スケジュール帳、スマホのカレンダーに予定今すぐ入れておいてくださいね。皆さん、ステージに上がって歌いましょう。その辺のご案内も近々始まります。お願いいたします。それでは音楽で楽しい人生を、弾ける人はどんどん教えてあげてくださいね。さあ楽しんでいきましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。